見た分緑がよう目立つってことは普段は沈んでるわけ。いやこっちが全体にそのつけとうところがよう沈んどやろ。沈んでる、あの、はい、緑が多いやろ、多いです。青草が、あっちは全然ついてない、持ってないからね、はい、この紐をつけとんのはこの辺り、この辺りにつけとは。海藻の月が多いような気がするんだけど。いや多い多い、それで沈んでるいうことだよね。重たいから沈んどうから、牡蠣も大きくなってるということで。そうそう、重たいことだ、はい。ってことは上げていくに従って、あの、そう、イカが浮いていく、今日は浮いていくから、うん、だから昨日一番ここ、ここないでしょ、はい、ここ昨日釣り取ったんですよ、で釣り取る段階ではこの緑の部分はもう海使った。あ、そうですか。で、はい、ここあの昨日収穫したからイカが浮いてる。でも海水は移動しとんやからな。あ、そうですね、うん、水槽の中と違うから。秋が元気いうか、餌用具で、はい、これどうかな。結局、活性ションかな、柿の、まあ、はい、体に。それで生育が良ければ、実が大きくなれば、あの効果が出たと考えるんですね。今生育してってると見ていいわけですか。で生育がこれからますます上がってくるんでしょ。上がると思う、今でこんなんやから。つけてないのも上げてみます。一つ見せてください。中身の柿の肉もいいわけですね。こちらがヨーバイヤシの生育、マルコフで生育しておられる。
これがイオンワイヤーで、中で条件は悪いところが付いたんだけども身が大きい。でこちらがイオンワイヤー使用せずで外側の条件のいいところの目抜き。あ、なるほど。これは明らかに違いますね。これから次の味方につけたら、これが心臓。はい。動いたでしょ。動いてます。これもパコパコ。来年課題自体もやると楽しみですね。全然身が違う。まだ一回歩くと言って、